あのお祭り男が、また仕掛ける。救援、前代未聞、日本ハム勢9人が全員違うユニフォームで出場、仕掛け陣は球界屈指のお祭り男。マイナビオールスターゲーム2024新庄剛志監督のアイデアで、日本ハムの出場9選手が全て異なるユニフォームで登場。救援初開催となった本拠、エスコンの祭典をジャックした。4年に救援史上初の単独本投を決め、MVP に輝いた指揮官は、うちの選手に小ネタ、仕込もうかな、と予言していた。万波は、やっぱ考えることがすごい、と目を丸くした。展示するのいいね。ちょうど50周年記念だし、誰にどの湯に当てがうかも新庄が考えたんだもんな。アイデアとプロデュース能力すごいわ。やっぱお客さんを楽しませるエンタメ心わかってるわ。意図してたかわからないけど、ウアーハムばっかみたいなのも緩和できたのも良かったと思う。今後のファンフェスで取り入れてほしい。特にサチヤにガソスタは感謝してもし尽くせないぐらいかっこよかった。世代の違う人と行くと展示湯に見ながら会話が弾みそうだよね。親子で行くといいかも。やっぱこういう祭りは結果がどうあれ楽しいな。別々の湯に来て出てきた時は本当に盛り上がったわ。ジャスティスが昨日来てたけど、やっぱあの湯に切ると投手はすごい抑えそうに見えるし、打者はめっちゃ打ちそうな感じに見えるんだよ。ジャスティスめちゃくちゃ似合ってたよな。あの頃の湯にが好きだから脳内補正入ってるのは認める。試合前から想像を超えた演出でめっちゃ良いオールスターになったと思う。神宮がちょっと気の毒かも。試合で歴代のユニフォームを着させてメディアに取り上げさせて、すぐにそれをエスコンで展示してファンを呼び寄せる作詞すぎる。さすが新庄監督であり、ファイターズの選手も他球団の選手も協力で盛り上げてくれただろうし、何より中島監督が粋で素晴らしかった。日ハムの選手が同じユニで揃えていたら、エスコンという場所と相まって世帯日ハムみたいになるところを違うユニを着用したことで薄まったと思うし、華やかでオールスターという場に合っていたと思う。粋な演出で楽しめました。さすがの演出ですね。みんな個性的でかっこよかったです。中でもサチヤ選手は昨年赤黒のユニフォームを着ていないので貴重なシーンを拝見できました。さあ、新庄監督の素晴らしい演出でエスコン初めてのオールスターゲームも大いに盛り上がりを見せましたが、皆さんの推しユニフォームはどのユニフォームでしょうか？ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。